大阪すぎる超絶オレゴンプロジェクト3の2。振り返ると大阪ほど貪欲に競技に取り組んできたランナーはいない。早大では1年次と2年次に箱根駅伝の1区で区間賞を獲得すると、3年次の日本選手権1万メートルではラスト勝負で佐藤悠基日清食品グループに敗北。わずか 0.38 差でオリンピック出場を逃した。この頃からもっと速くなるために自分の疑問に答えてくれるコーチにつきたいと強く願うようになる。そしてナイキ本社のある米国オレゴン州を拠点にするオレゴンプロジェクトを訪れた。オレゴンプロジェクトは世界大会でアフリカ系選手と対等に戦えるアメリカ人選手の育成を目的に設立した長距離チーム。ニューヨークシティマラソン3連覇の実績を誇るアルベルト・サラザールをヘッドコーチに迎えて2001年にスタートした特殊プロジェクトだ。ロンドン五輪の男子1万メートルではモハメド・ファラー英国とゲーレン・ラップ米国がワン・ツーを飾るなどトラック種目を席巻している。当時教え子だった大迫とオレゴンプロジェクトを視察した住友電工渡辺康之監督、当時は早大駅伝監督は、サラザールの指導は想像を絶するものでした。だからこそ米国の白人ランナーがケニア、エチオピアを倒して世界大会でメダルを獲得しているんです。日本の指導は100歩くらい遅れています。根性論ではないですけど、昔自分はこんな練習をしたという話が多い。もっと理論的に進めなければいけませんと、そのトレーニングに衝撃を受けていた。オレゴンプロジェクトにはスプリントコーチ、理学療法士、フィジカルトレーナーなど各ジャンルのスペシャリストがいて、マンツーマンに近い形で指導している。具体的なメニューに関しては秘密主義のため大迫に聞いても答えてくれないが、日本とは異なり 200m 以下のスプリント的な練習が多いという。大学4年時にはモスクワ世界選手権の男子1万メートルに出場した大迫は、さらなるレベルアップを目指して渡米。11から12月にはオレゴンプロジェクトで約4週間のトレーニングを行っている。箱根前の大切な時期にキャプテンがチームを離れるなんてと非難する OB もいたというが、大迫は信念を貫く強さがあった。最後の箱根は1区で区間5位に終わったものの、その選択が正しかったことを後に証明する。大学卒業後は拠点を米国に移してオレゴンプロジェクトに正式加入。1年で日清食品グループを退社すると、2年前からはプロ選手として活動中だ。2015年7月には5000m で13分08秒40の日本記録を樹立。昨季は圧倒的なスパートで日本選手権の1万メートルと5000メートルを制すと、リオ五輪では1万メートルで17位27分51秒94に入っている。みんなの声。大迫とだいぶ前に引退した高岡が特に好きだ。彼は常々箱根駅伝の先を見据えた言動が多かった。こういう結果に結びつき嬉しいね。ただまだ1回走っただけ。ペースチェンジについていけると筆者は書いているが、トラックとマラソンはまた違う。競うペースメーカーも交えたレースでどんな走りをしてくれるか期待したいね。高校で諸角先生、大学で渡辺康之さん、現在のサラザール指導者との巡り合わせは相当いいんだろう。もちろん
大迫選手本人の努力があってこその話ですが、やっとこのような選手が出てきましたね。現代のマラソンに勝つにはどれだけスピードを上げられるかにかかっていることは素人目にも明らかです。いくらスタミナがあろうが駆け引きがうまかろうが、スピードが第一だと思う。1キロのラップタイムがどのくらいで走れるかと考えていくと、最後は100メートルのタイムが重要になってくることでしょう。そこでアフリカ勢と張り合える選手育成に日本も力を入れてもらいたい。日本じゃ練習が足りない、40キロ走が少ないと言われているが、真逆なんだな。どっちが正しいとかではないのかもしれないが、きっとどっちかが正しいのだろう。ハーフで負けたからフルも期待してなかったって、この記者は根本的に分かってなかったんだな。ハーフとフルは全くの別物。スイートは軽く滑ってるけど結果は素晴らしい。トラックの記録があり、初マラソンで記録的にそこそこいいとこでまとめたなんて、高岡さん以来？設楽悠太もか。今度はハイペースのレースで記録出せるのではないかと期待してしまうな。大迫がロンドンで3位と奮闘している中、日本ではオリンピックマラソン代表の選考基準が明確になりましたよって自慢げに話す瀬古。大丈夫か？東京は大迫、遠藤に期待してる。スピードとスタミナがないと世界レベルでは戦えない。日本人で両方持ってるのは現状大迫だけと言っても過言じゃないだろう。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。